皆さんどうもよろしく、ドラゴン TK です。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトルね、五条縛りというものを主にねやっております。今はね A でね、このじゃなくて、ね、エンチャントもやってるんですけど、一応ねプレステ4と3とあとスマホのゲームコンドでやってるんで、もしよければ見てください。では行きましょう。前回の続きからですね。ちょっと待ってお、なんかあった。おー、喫煙解禁。法廷にて女性の公共の場での喫煙が許可された。アデコックス治安判事は、少なくともロンドンでは女性による公共での喫煙はもはや罪ではないと判決を下した。その後、トラファルガー広場にて喫煙を理由に逮捕された3人の女性、メアリー・ドーソン、エドナ・カスター、そしてエリーゼ・オートキンの釈放が決まった。ん？あ、なんか来た。場所がよく見える。お、完全に狙われとるがな。狙われとるがな、のマフィア。マフィア。オキスの巡査に報告する。報告せよ。なんかまだなんかないの？ちょっとそれが気になったわ。いや、なんもなさそう。うん。じゃあ戻りましょう。報告しに戻りましょう。よーし、ここやね。My poor leg. あ、じゃあお待ちよ。よし、来たよ。一応。Holmes, I was looking for you. I have an idea about the accident. Never mind. This one is murder. What? What? え、何？ You? You're a murderer, right? Off your head. 違う。Are you sure, Holmes?Oh yes, a murder and an accident, because the killer, by electrocuting the cab, created this chaos. And so this multiple crash is now our great chance. Our great chance? He's not home. Socrates could not have planned for this to happen, don't you see? And it is possible that he is still here, Jun-
まあ俺の見識でいくと通りがかりの男やろ。事故で身動きが取れなくて取れなくなり、この男は電車を乗せて通りに入る前にそれを起動させた可能性はある。うわどうしよう、違うことにしとこう。いやでもなちょっと怖いな、こっちにもしていこう。わからんねえよなほんま。これ電気装置が設置してある場所からさほど遠くない共同住宅にいたと。ひょっとしたら疑いをかけられないよう作業員のふりをして犠牲者を見ていたのかもしれない。はあ、こっちかな。うん、荷車引いていた。同時に電気装置を起動させることは不可能。まあそれは言えてるわな。まあな、で、うん、今回の事故を引き起こした一人だが、爆発による負傷はしていなかった。もしかしたら事前に何が起きるのか知っていたかもしれない。運転中やね。うん、電気装置を起動させることは不可能やな。広場の端の方にいたな。この場を去ろうとしていた。もしかしたら警察を避けていたのかもしれないとね。いやーなんかこっちやな。決定。That's it? これだ。全員犯人でもよかったんやけどな。それはちょっとやりすぎかなと思ったから。Constable, I suspect three people here. Take them to Scotland Yard for questioning.As long as I don't leave empty-handed, all's good and well. I know that look, Holmes. Have you found something new? That's right. In order to trap the cab, the killer must have known the precise route it would take. Or even that could suggest the cab must have set out not far from here, in this very street, perhaps. Remarkable. Holmes, I'm terribly sorry, but I must go to the hospital now to help tend to the wound. I understand, Watson. But don't forget our earlier discussion. Hmm? About Kate. ああ、俺もんって思ってもたな。特定せよ完了。傷の巡査に報告せよ完了。で、あとはどうすればいいのかね。で、容疑者となりうる人物に質問せよ。ってことはこれで違う。これでスコットランドで行かなあかんねんな。起きたで。Ah, Mr. Holmes. 問題が起きた。は ？What happened? One of the suspects, Mr. Reginald Butcher, has escaped. It was after we asked him to put his belongings in the evidence room. I'm sorry. 本当にもうどうやって逃げた？顔殴られた。He hit me. マジか。Otherwise, I. Of course. That's all. Just before he left the yard, he shouted, "Sorry, I'll come back later." 言い残して。Sorry, I'll come back later.He could have said that without punching. でも殴らなくても、くそ。Is Inspector Lestrade here? No, he will be out. 数日取材、あ、そうなんや。Can we kick this ここだけの話にしてもらいます。まあ、仕方ないね。仕方ないね。まあ、黙っててやるからに借り起こせてるの、おい、おい俺。おい俺やね。よし、じゃあ、まあ、また戻らなあかんのか。ってことは、間違えた。なんかいる位置をよく押してしまうよ、俺ね。マイク、よし、行こう。で、どうすんの？事故現場にしか戻ってこられへんけど、これどうしたらいいかな。ちょ、どこ？どこ？え、なにこれ？まあ、それはいいとして。え、あれ？どこや？あれどこに、あ、歩いちゃった。なんか来た、なんか来た。あ、あった、なんかあったよ。まあ、泥、握手。ほう。新しい便器を付着している。どこの便器だ。ほう。There was a collision. Technical cab collided. 技術馬車はここで衝突して止まった。ほう。え、で。あ、これか。鍵は頑丈だ。いや、入れんのかい。あ、これはいらんねん。おお、セントビクター地区で石膏業者が
古民家の解体作業を行っていた際、茶の子から帰って100匹に上る蛇が締めくすを発見した。いやいや、いやいや、それはいやいや。これらの爬虫類は乾燥した井戸の底に長期間生息していたようだ。その真ん中からは巣に落ちて命を失ったと見られる子供の骨が見つかった。なるほどね。驚きことに、骨は赤いモロッカンポートフォリオを握りしめていた。ボロボロで読むことができる状態ではなかったが、ただ一箇所、次の文のみが解読可能であった。陰謀は明かすな。うわ、赤が。泥の跡が部屋中にある。おお。で、こっちは何もないし、ないのかね。っぽいね。じゃあ、この中入っていこうな。オッケー、来たい来たい、ウェイ。あ、違う、ウェイ。そう、ちょ、間違えた。まず、す。ちょっと間違えたっての。言ったらええんやろ。うーわ、すごっ。別のサイズのツールも使用する。で、これで。これか？これっぽいぞ、なんか。うん。挿入する。ちょ、間違えた。で、There's no space for this lockpick. ちょ、間違えただけやんかも。ちょ、間違えた。え？何をどうすればいいの？これ。あとは。キャップ！まだか。あかん。あかんやな。あかんやな。外す、で、どっちみちあかんから、内側、これ、どっち側や。わからん。めっちゃ適当にちょっとやっていくけど、あ、そこ違う。あ、いや、これで、あと一つ、一番裏側には、それよりも長いやつ。4やな。ちゃうか？ There's no space. このサイズでは合わないような。マジで？ There's no... 変えよう。うん。じゃあ、3これか？違う、間違えた。There's no space for this lock. ちょ、あれ？逆？ There's no space for this lock. いや。全部外すいったんな。で、こうやな。こっちにちょっとこうして。こうやろ。で、一旦別のサイズもある。で、これで多分これやと思うねんな。うん、これやと思うねん。ちょ、間違えたやんかも。ちょ、間違えたやんかも。別のサイズ。しょ、これでいけんちゃうか。どうだ。ウェーイ。溶けたぜウェーイ。溶けたぜウェーイ。よーし、この中や。先ほどは販売品はここで生産されている。おお、泥握手。ああ。え、何？ああ、まずそれ。ちょっと待って。わざとここに絨毯を敷いたようだ。下が絶対何かあるやろっていうな。やはりな。やはりなっていうな。うん。下水道を調べよう。おう。わかった。では調べよう。なら調べよう。うん。よし、じゃあ行こう。次やね、次。うわぁ、下水路、悪臭やね、ほんま。何これ。何も違うんかい。違うんかい。さあ、あそこで登るやろ。何これ？
なんて読むんや、すごいよ。こんな感じ全くわからんよって、おお、なんか2か所行くとこあるよっていうな。どっちから行ってもいいし、同じとこに行くんかな。いや、いかんな、これは。ちょっと待て。こっちには何もなさそうやな。ちょっと待てよ。ほう。で？ここやな。なんかあるさ。じゃあな、ないんかい。何もないんかい。まずちょっと待ってくれ。ああ、まだ向こう行けるところがあるけども、なんか。なんか音がすごいしてくるんやけど。うわー、やばいやろ。あれ虫なんかな、光のとこに集まってるっぽい、なんかやつはっぽいな。なんかあった。え、なにこれ。なにこれ。いや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 、ちょっと待って。おーおお、行けた。え、ここは通らない方がいい。まあな、まあな。ん、なにこれ、どういうこと。おお、なるほど、ゼロにしていかなあかんっていうパターンか。 OK、 これでいけんちゃうかな。オッケー、じゃあ登る、降りようか、降りようか。おー、すごい。で、あとは、お、なんか、なにこれ、え、なにこれ、ちょっと待って、ちょい、なんも、待てよ。これで、上やろ。あそこから向こう側に行くやつか、やつか。なるほど。じゃあこれは、よいしょ、シャーロック、いい声。で、ここで止めて、で、上のあそこやろ。で、行くとしたら、これさ、きっとさ、あ、やっぱりそうやんか。これな、きっとな、うん、ここはいると使うと思うのよ。2分の1。どうよ、来たよ。ナイス、俺。まあ、これぐらい分からなあかんけどなって。ああ、あかんやんかって。ああ、いけた。ああ、いけた。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 向こう行かなあかん？ちょっと怖いからこっち先。怖いから先こっちなんか。見るよ。何もなし。やっぱ行かなあかんか。しゃあない。よし。これはちょっと。気を入れていこう。ウェイ、よ、押して続ける。ちょい、ウェイ、おれ、こらよ、押しゃ。これで押したことないけど、慢心したあかん、あかん、おい、まだか、まだか、ちょっと怖い、やっぱ怖いものを怖い。高所恐怖症は治らんよ、これはな。うん。やばい。あと、ジェットコースターとか乗られへんしな、俺、ほんまな。おー、これだ。うん、ジェットコースターは絶対になられへん、俺ね。うん。あんなん、空中でかつめっちゃ動いてるもんな。え、なにこれ？え？これなんかするんじゃん。いや、絶対そうやろ。ちょっと待って。一旦な。ほう。まあ、その前に一旦こっち側なんかあるかなと思って見ていく。けど何もないから。こっちやなっていうのが分かる。これでまたゼロに戻す。 OK、
で、まずはこの下を浮いていくやろ。OK、降りよう。しょうがない。よっしゃ、これで。よっしゃ、これでどうすんや、あとは。あ、これか、これか。え、こっちなんか登れる？あ、無理やんか。あ、無理やんか。無理やんか。ってことは、あっちの上に行きたいってことやから、こっち、え、どうすんのこれ。え、あ、これ無理やんか。え、どうすんのこれ。ちょっとマジどうすんの。あ、こっちから、あ、こっちから行ける。けどこっちしか押されんから向こう側に押すしかないやん、はっきり言ってさ。多分こっち側に行くとこあるんじゃないかな、そんな気する。それを信じて押せよ。そうじゃなかったらほんまにショックでしちゃわないやん。目いっぱい押したけど、まあじゃあ一旦戻りますか。多分あれでどうにかすんやろ、水位上げてどうにかすんねやろ。よし、じゃあ、行こう、次。で、これで。で、2分の1したよ。これでいいんかな？一旦これちょっと見てみるか。ほう、ん？うんやねん、ハムで。いや、はいやな、ほんね。まあ、向こうに行くとこあるから、ちょっと戻るかな。で、またあれやらなあかんの？お、お、なんかあった。え、なにこれ。あ、そういうこと。そういうことする。なるほど。全然気づかなかったわ。あ、なにかある。なんかある、なんかある、なんかある、なんかある。ちょっと待って。あ、これか。終了する。ここやな。そんな気した。そういうことか。うん、なるほどね。理解できた、理解できた。これで下降りていくやろ、まずな。おっしゃ、いけたぞ、いけたぞ。うん、これはいけたぞ、きっと。よし、おい、おらよ。いいね、サクサクいっとるよ。まあちょっと積んどったけどな、さっきな。え、なにこれ。おし、やってもうたけど、え、大丈夫。あ、大丈夫ね。ドエイ、ビクトリー。お、空気を入れろ、獲得したよ。ってことはそろそろなんか行くんちゃう。若い子の状況から見て、あ、酸化鉄、ただのサビ、あ、何や、サビかい、サビかい、マグネシウムリボン、これは何もないんや、そこは。うん、で、で、あとは何もなさせん。え、まだ何かある、なんかあるな、これな。ちょっと なんか変な感じになってるよ。大丈夫か、俺発音。発音大丈夫か。かまんようにはなったけど、どっちかって言うとさ。なんかたまに変な発音の仕方になってしまうときがあるんやな。うん。何やろ。不思議でしゃやないよな。うん。なんもない。もう行こう。もう行こう。まあ行こう、もう。多分こっちに何かあるはずや。ラスコ一味の目的は銀行強盗。ほお。The thieves have opened almost. 開けられてる。盗まれた金は金の総額になる。マジで。俺それにもちょっと分けて。いや、あかん。ん？バツ印がついた。
下水道の。ほう、今おるところがハテナのところかな。ハテナじゃなくてびっくりマークのところかな。ぽいな。あそこになんかあるっぽいぞ。ここドルやから、ドルから出て、オッケー。下水道でまあ見つけるのはいいんやけど。イングランド銀行のもの。なるほどな。The thieves have opened almost all of the deposit boxes. Must have taken a great many. すごい結構な額になるんじゃね、ほんまに。なるほど。それのためにここにおったんか。理解できたわ。え、え、ちょっと待って。戻られへんの？ちょっと待って。マジか。マジか。これマジか。ここに来るやろ？あ、もう、あ、向こうから行けるパターンか。あ、そうやったわ。そうやったわ。うん。悪い。で、ここに戻ってきたやろ？で、ちょっと待って。まず、向こう側に戻る。戻って、んで、ここやな。いや、違うか。ちょっと違うな。一旦これか、ここか。そういうことか。うぇい。よし、金を、セビリに行こう。セビリに行く。いや。なんか、樽は空っぽで開けられている。お。お？ミュラッド、人気のある銘柄。はあ。タバコの吸い殻は乾いている。つい最近のゴミ。おお、こんな中で吸っとったんかいな。ああ、もう分かった。え？で？でやねんけど。ああ、匂いを調べる。あまり木の実の香りがする。おお、甘い木の実の香りか。なるほどな。お、なかった。シエットが乾いている。なんかまだある。 あった。金属の輪っか。それの柵をちょっと。で、まだ何かあんの。お、まだあったやんか。これはリコイス菓子の缶。ジーサのものに投げ込んだ。レストレードに警告しなくてはと。で、やることは、おー、そういや、これ見てなかったね。あ、今回は全然ないわ。今回は全然ないわ。な、いいんかな。そんな気がするよ。いや。で、あとは。こっち側から出るところはない。ない。よっしゃ。じゃあ一旦まあ戻りますかね。じゃあ一旦そこまでガッと。で、来たけど。で、来たけど、来たけども。うん。違うやんか。え、どうすんの。どうすんの。レストレイド。ミスター・ホームズ。ほう。で、閉まっている。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。ああ、これ来たね。ああ、いけてるわ。下水道で赤いバスですよね。じゃあ、あとは、ここに乗ってるやつやっていった方がいいんか。ということは、こんなガガウェーイ。いいね。あ、入れない。ちょっと待って。OK。一旦一周していきたいよ。よし、じゃあ、まあ、調べていこうならね。これは
ブッチャー君、度重なる君の欠勤が原因で現在の作業に大変な遅れが生じている。この重大な障害発生の責任はのも紛れもなく君にあり、他の従業員がその遅れを見合わせるという状況だ。これまで君は模範的な従業員だった。本当に残念に思うよ。君の抱える困難な状況についても、個人的には理解しているつもりだ。だがこのような態度を改めることが難しいなら君を解雇せざるを得ないと思う、いうことを理解してほしい。取締役。お、こいつ、いや、Reginald Butcher had problems with his job. レオナルド・ブッチャー。The initials こいつと NB の。こいつが犯人やな。めっちゃ思った。いいお知らせで、なるべく早めに予約を取り、当病院までお越しください。綺麗な加減の問題を解決できるでしょう。追伸。お嬢様の事態に変わりはありません。次回へ。This letter from yesterday perhaps explains why Butcher was in such a hurry. うん。何これ、アマト、あー、これなんかこの缶見たね。この缶じゃないけどなんか似たような缶見たね。高価なものだが年季が入っている。なるほど。一旦今日はね、今回ね、証拠品だけ調べて終わりにしましょう。あちらの革の手袋と、おう、神の子ベンジャミンへ日曜礼拝の後にある慈善事業晩餐会に参加して指揮をしてくれないだろうか。君の良き心は多くの人に喜びを与える。頼りにしているよ。君の人生は罪からのスタートだった。善意を拒否され、この世でたった一人きりだと悟って君は犯罪に走った。それでも君自身の中に強さを見つけて変わろうとした。君は善人になったのだ。どうか神の慈悲があらんこと、神の子よ。君に教会で会えることをいつも嬉しく思っている。ゴードンも牧師ね。なるほど。ウイスキー。あまり出力ないんかい。ウイスキーもちょっともう。誰？牧師のおかげで俺の人生は変わった。ああ、ゴードン牧師ね。さっきも手紙にありましたね。まだなんかある？あ、そうか。これ裏見てなかった。で、無理やった。で、無理やった。あ、これか。そういうこと。ミュラット、人気のある銘柄。ああ、こいつも人気。こいつもミュラット。うわあ。さっきのあれ見てたけど、ミュラット吸ってたな。うん。やばい、どうしよう。誰が犯人かわからなってきて、うん。殺人しおりがさんである。うん。で、電線。あー、こいつもやし。これ全員容疑者ちゃうか。これ土地の差し押さえを実行しましたが、いつ未だが、ギャレット様にお貸しした金額の大半が残っていることをお伝えしなくてはなりません。恐縮ではありますが、支給弊社の決済サービス課までご連絡いただけますか。連絡をいただけない場合、恐れながら警察に連絡をすることも考えなくてはなりません。財務部長スチュワート、イングランド銀行。はあ、なるほどね。なんかあった？まだ。あ、これか。この部分ね、見るのね。このおどろおどろしい文章がギャレットの好みだ。なるほど。もしもあなたが、野蛮人の集団を破壊するために体力の半分を爆破することも厭わず、あたり一体を血の目にする覚悟があると思うのなら、あなたはすでに良心の呵責や善悪の概念などに左右されることのない人間なの。100万人もの野蛮人根絶に敬意を表し、喜んで自分を犠牲にしない者は真の共産主義者だとは言えない。同感だ。非常に先見の明がある。っていうか、あ、それが自分の書いた文字なんですよね。そのこいつのね。じゃあまあ今回これぐらいですね。ではご視聴ありがとうございました。ってまた待った、待って、まだあったよ、まだあったよ。ちょっと待って、危ない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 
リコリス菓子、下水道からも写真からも見つかってる。これやんか、もうウェブリーリボルバー、ウェブリーリボルバー、ラスコに関する捜査報告書、軽犯罪者。ほう、なるほど。別名ラスコ、地元のギャングのリーダー。ラスコ一名犬と通報している。たびたび暴力沙汰を起こし、強盗するなどにも関与していると。なるほどね。これトランプ、誰も仕掛けもないトランプ。
normal pocket knife. それマジシャンの言うやつやんか。よし、まあ今回これぐらいですね。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントのフォローもしよければしてください。一応 Twitter の URL はね、概要欄のところに貼っておきますんで、もしよければそこから飛んでフォローお願いいたします。ではさらば。